皆さん、こんにちは。こんにちは。最近こちらの話題ばかり、ね、お届けしておりまして、はい、一昨日もこちらの話題があったんですけども、はい、今日は久しぶりに一緒じゃないですか。もうもろバレですこれ。もうもろバレですし、もうタイミングずれすぎて、もうカメラと人の移動が全然合ってないんですよ。いや、スイフトです。いや、もうこれでいきましょう。はい、スイフトの話を。はい、もう先月とうとうですね、はい、生産が終わりました。そうですね、スイフト&スイフトスポーツなんですけども、ね、はい、各他県からですね、足を伸ばしていただく方からですね、はい、ここだったらもしかしてっていうところで、一昨日もご契約一件いただきましたけども、はいはい、嬉しいですよね。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、はい、うちも本当に良かったです、はいはい。まあ、急にですね、そういった生産が終わるっていうこともですね、あり得るかもしれないっていうところですね、はい、考えた上で、実は夏、今年の夏8月ぐらいからですね、ちょっと準備いたしておりまして、はい、キープに走りまして、はい、十分な在庫確保出しました。はい、はい、なんかすぐ考えながら喋ってる感じになりますけど、はい、まあ、でも本当に最後の NA 車になるという話ですので、はい、そうですね、はい、NA に乗りたいっていう方にはですね、もう今となってはなかなか手に入らなく、そうですね、まあ、生産自体が終わってしまってますのでっていうところになりますけれども、はい、ね、まあ、気になるところはまあ色とか、そうですね、そういうところだと思うんですけど、はい、6速マニュアル、マニュアル、はい、の全ての列車実績です。列車実績で全色揃ってる、はい、ということで、はい、はい、今日現時点であると揃ってます、はい、そうですね、中に1台しかないものもありますし、はい、5台持ってるものもありますし、はいはい、あんまり明確に言ってもいいのかな。そうですね、ただもう、ね、ネタバレ的に言うと、これちょっともう2本撮りで動画撮ってるので、まあ今日と言ってもこれ動画見てる方からすると、おとといの話になりますので。おとといですね。そうです、明日は定休日ですので、2日間が空いてしまう、もしかするとその間にもう 3,4 食なくなってしまってるかもしれないですけど、可能性ありますね。1日でそんなにガバって売れなければですね。そうですね、いいんですけど、まあまだまだですね、あ、ぜひっていうところであればですね、お問い合わせいただきたいなと思っております。そうですね、まあ、本当ノーマルで乗っていただくもよし、はい、それからチューニングカスタムしてお乗りいただくもよし、はい、ですね、お客様の、ご希望に沿った車のです、ね、そうですね、制作させていただくことになっております。はいはい、まあ、タミスペシャルも、はい、本当ここ1、2年の間にこうポンポンと出ておりまして、はい、まあ、やっぱりもう最初、まあ、金額的にもですね、すごく、まあ、お手頃というか、まあ、後々からつけるよりも、ね、まあ、内容の割にはというのがありますので、はい、また総公開も来月ありますので、はい、まあ、そういうところでどんどんスイフトに対する熱もですね、はいはい、ワークスばかりでなくて、はい、うちもスイフト忘れてるわけではありませんので、はい、今後もカスタマイズ、また新車ですね、まだチャンスが残っておりますので、はい、まずはお問い合わせいただいて、試乗していただいてというところで、ぜひぜひお願いしたいなと思いますので、コウさんもワークスばかりじゃなくてスイフトもお願いします。個人的にはですね、もう大好きなんですよね。そうです、もう元々は、はい、オーナーですからね、はいはい、もうもっともっとですね、私どももスイフトですね、力を入れてまいりますので、はい、本当に最後の NA、次のスイフト、まあ、ターボというクレスので、はい、まあ、NA 最後のスイフトスポーツで、はい、ぜひご堪能ください、はい、本当にですね、あの NA のレスポンス、はい、最高でございます。ぜひ体感していただきたいと思いますので、はい、まずは気軽にお問い合わせからお待ちしております、はい、ということで今日はこの辺りでお別れです。さよなら。